よーどうも適当です。はい、ついに来たね、ポケコレ1日目。そう、俺ね、前回、前々回あたりのポケコレ、俺1日も参加できなくて、今回はね、全部の日参加したいなと思ってんだよね。これかな？そんで今回もらえるアイテムが、まだ見てない、これか。2つ、共感度ランキング上、どっちが簡単なんだっけ？どっちが入手難易度低いのかちょっと忘れちゃったんだけど、この左のね、この髪？髪と目がね、すごい可愛いなと思う。あと、ワンピースも可愛いな。黄色ってさ、意外とないんだよね。んで、この、なんか、深緑、海のさ、深いところ、川の深いところみたいな色してる目とか、あとそうだ、口はそこまでな。俺もこういうタイプも確か持ってるから。だから、髪の毛が出ればいい。髪の毛と目が欲しいんだよね。多分、確定、まあ、上位入賞かな。多分、難易度低いのは。多分ね。はい、1日目は、令和、祝令和カーニバル。祝令和カーニバル、これ何使えばいいんだろう。とりあえず参加ドレスコードなしか。なしはなしで困るんだよな。どうしよう、令和のアイテム持ってたっけ俺。まあ、ぶっちゃけね、もうなんか関係なくても上位上がれる感はあるけども、そうだな、令和感か。とりあえず服から決めていければいいかな。まあ、令和って言ったらさ、この R 使うしかないよね。令和って言った、そっからやっぱ女の子にするか男の子にするかっていうのはね、重要なんだよね。まあ、大抵女の子だから、まあ、女の子でいっかな。どうしよっかな。こう、ゴリゴリの可愛い系でいくか、ちょっと、なんか男っぽくいくか迷うな。どうしよう、カーニバルだからね。お祭りだから、もうとんでもない格好にしても、まあ、許される日なわけよ。そうだな。でも最初ちょっと服はちゃんとしたいから、ジーパン、まあ、ジーパンでいっか。ジーパンでいいや。んで、服なんかかけるものないかな。あー、カーニバル感はない。これじゃん。これじゃん、エイプリルフールの。これだな。これで、まあ、靴、フレッシュ、まあ、春物、全部上がった方がいいよね。では、ま、これでいっかな。下駄だしね。あと、カーニバルパン、まあ、服っていうか、髪か。髪派手な方がいいよな。髪派手でフレッシュとか使ってないやつなかったかな。あ、でもこれやっぱこれ使いやすいんだよな。でも後ろの髪をどうするかっていうのが結構課題だから、どれだろう。髪長い方がいいかな。これだとちょっと目死んでるな。ちょっと目変えよう、さすがに。目カーニバル、あー、ちょっとこれ気だるすぎんな。これは家にいる感じだわ。あー、どれだろう。え、ちょっとパリピ感が足りないんだよな。ま、ああ、どうしよう。ま、これでいっかな。これで、口をなんかこう、可愛いのにすれば、めっちゃにっこりしてん。ま、これでいっか。ほんで、どれにしよっかな。まあ、なんだろう、フレッシュ、流行が足んないな。ま、これは適当につければいっか。で、まあ、見た目を豪華にすれば、もうなんとかなるから、そうだな。カーニバルでしょ。いや、カーニバル、あ、これだわ。これだ、完全に。そんで、そうね、カーニバルって難しいよね。カーニバルアイテム。あ、まあ、これもまあ、カーニバルっちゃカーニバルか。お祭りみたいなもんよね。お、いいかも。あ、結構いいかも。ちょ、お祭り感出てきた。こうだな。よしよしよし、いいね。これで、お祭り感ね。まあ、酒よな。まあ、とりあえず酒だよね。髪だよな。髪ちょっと変えたいな。どうしよっかな。派手かつボリュームもある方がいいから。どれだろう。やっぱこれ使いたいな。これと流行が少し入ってるアイテムが欲しいんだけど、大流行ないかな。なさそうだな。フレッシュマックスになっちゃったよ。どうしよう。フレッシュはとりあえずいらないから。流行、あ、春あるじゃん。いや、これじゃないって。これ、お休みヘアじゃん。お休みはさすがにダメだわ。なんか微妙なんだよな。なんか他にないかな、派手髪。派手髪でフレッシュじゃなくて、大流行とか入ってるやつないな。春物はあるけど。いや、なんか微妙だな。ハゲてるみたいじゃな。どうしよう。あ、でも結構。あと流行揃えるだけだから、まあ、これでもいっか。これで、やばいな、これちょっと受かる気しない。これじゃダメな気がする。カーニバルだから、
あー、まあこれ辺つけとくか。それでカーニバル感があるものないかな。いや、これはカーニバルじゃないな。舞踏会だよな。舞踏会忘れちゃった。ねえ、なんだろう、カーニバル難しい。え、すごい難しい、カーニバルって。とりあえず令和の R が入ってんのはすごいいいことだから、カーニバルってなんだ、困るな。カーニバル、カーニバル感ある背景なんかないかな。カーニバルじゃ、なんかミラーボールとかあれば最高なんだけどね。あ、これカーニバルじゃない、これカーニバルだわ、完全に。ほんで、あ、なんかややこしいな。これなんかバイナウってさ、ガチャアイテム買えるんだよね。どれ買おっかな。どれか買わないけどね。てか買えないしね。あ、やべ、変なのつけちゃった、もう最悪。てかこれさ、3300ドルで買えるの最高だろ。こっちで買った方が絶対いいわ。ちょっと一回持ち物にして、服直そう。服じゃない、髪か。髪直そうか。どうしよっかな。やっぱさっきのでいっかな。さっきのピンクのどれだった、これか。これと、ボリュームある方がいい。まあ、これでいっかな。で、流行が足んないから流行あげよう。流行。まあ、ここら辺のなんか、小物で、なんとかすれば大丈夫じゃないかな。でも他のテーマをまだ見てないから、そこで使う可能性はありけりなんだよね。なんで、大流行を探そう、とりあえず。あー、ここら辺かな、やっぱり。持ち物でちょっとかさ増ししよう。あ、ここら辺とか最高じゃん。これで、右手に、やっぱカーニバルだから金持っとく？金持っとくか。あ、でも大流行じゃねえな、これ。フリマじゃないよな。あ、カーニバルの招待状的な感じで、この、始まりの入学許可書を置くか。よし、これでマックスだ。もうこれでいけるだろ。パリ、なんか、カオス感出しときゃなんとかないでしょ。ごめん、15秒ぐらい考えたけど、まともなね、タイトルが思いつかなかったから、これでいくわ。はい、これで、エントリー完了。他何なんだろう。まあ、これはね、後日見ればいいかな。見た感じそこまでなんかガチャ感はないよね。変わったのかな？今までってもうガチャ、今まで出たガチャがテーマみたいになってたじゃん。でも今回からこう変わった感あるかな？今回かってか、俺今回しか参加してないんだけど、今まで出たガチャがテーマにならないっていうのは結構オリジナリティが出てきていいね。はい、とりあえずポケコレの1日目のエントリー終わって、なんか他にもね、なんかちょろちょろってなんか、やろうかなと思ったんだけど、ちょっと喉痒くて、喉痒いんで、ちょっとこの辺で終わりにします。まあ、2日目から最終日までエントリーの動画上げるかどうかは、まあ、再生数によるかな。再生回数があんま伸びなかったら、まあ、打ち切りで。もうこれはね、厳しい世界なんでね。じゃあ、これで終わります。さようなら。